カタナルケイソン、やっぱり元祖なにわ突撃予備校。いつぶりのラジオですか？東京以来。まあまあそうですね。せやな、あそこで撮った以来か。せや、ちょっと最近撮れてなかったな。そうですね、そうですね。いや、毎年さ、この時期だったら三輪さんから電話があってくるんですよ。何？なんか7月、うん、あ、これ言っていいんかな、まあええか、7月、東京らんのかって言って、で、いや、いないっすね、って言って、あ、そうかって言って、ちょっとなんか変な空気、絶対変な空気流れます、毎年で、なんかあるんですか、ライブですかって聞いたら、いや、ちょっと誕生日やから、ね、言われてほしいな。三輪生誕祭のお誘いが毎年来るのよ。あ、そうなの、この時期絶対おらん、いやいや絶対おらんねん、しかも絶対におらへんのよ。マジか、それでいつもちょっとなんか変な空気になって電話終わるっていうのは、誰が参加してるんですか。でもそのここ去年一昨年ぐらいはもう自分でその三輪生誕祭っていうライブ売ってるんですよ。ああ、そういうことだ。そう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 、一緒にやってまおうっていうライブ、そうそう、ライブと生誕祭を祝ってほしいやな、全然だ東京行ってだいぶ寂しがり屋になってるわけですよね。東京でも友達多いやろ。絶対多い、絶対多いよ、皆さんなんか。でもよく考えたら、大阪おる時も、まあ、毎月30日は三輪の日って、まあ、30日、ああ、やってたな。だからその承認欲求ちょっと強いっす。承認欲求強いのおじさんとか、うん、そうっすね、やっぱりこれはややこしいですね。ややこしいおじさんですね。可愛いですからね、やっぱりね。めちゃくちゃ僕らの YouTube 見てくれてますし、ね。あ、そうなんですね、はい。いつもなんか話のなんか中身で、いや、こんなんやったどうやみたいな感じで、いつも俺らの YouTube 入っていじってくるんですけど。そうね、7月、夏男。いや、そうっすよ。そういう人ってやっぱな、いつまどんだけ祝っても次の年はもっともっとってなってる。まあ確かに最後とんでもない過剰になって、とんでもないことせなあかんのやつだよ。この前なんか福田と、まあ、三浦さんと3人で飲んでて、パンドラの福田と、3人飲んでたんですけど、なんか当たり前のように、コブラお前俺のその誕生日生誕祭せんとあかんぞみたいな、まあもうこれは別に、まあ、いいんじゃないですか、で、あ、そうか、誕生日かみたいな、誕生日っすもんねって言って、じゃあ福田と一緒にしますわみたいなこと言ったら、福田がほんま当たり前みたいに、この前前祝いしましたよって言って。何前祝い、前祝いって何、ね、結婚出産と一緒前祝い、なんか言うんかな、なんか祭りやもん、前夜祭、本祭、後夜祭。何なんそれ、すごいっすよ、やっぱりね、楽しそうにやってました。まあまあイベントが欲しいやろうな、うん、そうか、お祭り男っすね。で、ほんまで福田も今めちゃくちゃ家住んでるんで、で、宮さんやっぱよく来るらしいんですよ、帰ってくれへんって言って困ってまあ帰ってくれへんやろな。帰ってくれないっすね。そう、だから俺引っ越してさ、でもそのなんか一人暮らし初めては、初めてじゃん、しかも大阪で初めてールームシェアしてやがで、まあそのやっぱ一個やっぱ風呂がさ、同じ部屋内にあるっていう便利さにやっぱな気づくのよ。ああ、なるほどね、もういちいち、そう、実家も俺2階へいちいち降りながら思ったし、ずっともう上下してたから、いや、まあ便利よな、なんか風呂はどっちなんですか、ユニットバスですか、いや、セパレートあら、暑いね、いいっすね。そうで、なんかほんまな、これでも思った、やっぱ人椅子割るタイプのやつ入れたら終わるなっていう。なんかその件いやずっとおるな、結構広いよ。折れてまうから、そう、あ、まあまあ、まあ、たまり場みたいになってる。そう、え、自分の部屋もあるんすか。どうぞ。部屋はワンルームですか。ワンルームやけど、むちゃくちゃ広いワンルームや。ワンルームやったらまだめちゃくちゃ広いワンルームやから、冷蔵庫がないから、まだ、あ、まだないんすか、うん、もう今お願いしたら冷蔵庫松竹に冷蔵庫届くの。え、でも松竹の冷蔵庫のサイズが一番いいな、一人暮らし、その低くない、なんか、あ、はい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 、カブザにある、はい、あれなんかそのどういうかして、あ、もらわれへんかな、でももうその交渉したらいいじゃないですか、M1 取ったらください。じゃあもっとくれやな。もっとくれ、 M1 飛んで買えへんかな。まあ、そうですね、ほんま、ちょうどいい。で、どうなんですか、一人暮らしは今のところ。まあ今のところ全然
だまあそうやな、今のところ全然快適。あ、じゃあホームシックはなってないんですか。なってないな。うーん、っていうかまあ、っていうかまあ、その同じとこに芸人おるから。ああ、まあまあ、そうです。そうそうそう。え、結構生き生きしてる。いや、そんなのしてない。あ、そうなんですか。うん、さすがにあれやけど、まあ、ほんでなんか別に思ったより、元々だって一人部屋あったから、うん、まあ、そんな言うても変わらんちゃ変わらない、うんうん、まあまあまあ、そうやな、あとはえネタ作ってる時とか、まあ言ったら前まではあのとかファミレスみたいに行ったじゃないですか、うん、もうまだ行ってるんですか。行くよ、そこ。ああ、そうなんですよ、うん、それは行くんですよ。もう行かんでよくないですけど、もう一人やで。いや、でも元々そういうわけではない。そういうのじゃない。部屋に有線とか弾いて、いやいや、違う違う、音楽になってるようにして、そういうことじゃない。家が無理やから。ほんでカセットかなんかでシュッて、あのなんか肉がちょっと焼けてる音とか、うん、いやいやシュッていう、あのファミレスありそうな音とか入れて。いや、違う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 、カセットはええやん。そう、うん、何も分かってへんな。ただやん、ただやん。ほんであの夜空の向こうのオープニング、うん、あのイントロ前にあの人街でガイ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 ってしてる音あるんですけど、うん、それずっとリピートになるんですけど、もう外や、キー狂うや、キー狂うやろ、もう外や、そういう話じゃないから。あ、そうね、分かんない、そういう話じゃない、うん、だって別に前も一人目やから別にやろうと思えばできるけど、無理やから出てた。あ、そうね、そうなんでそんな無理なんですか、一人その部屋じゃ。なんでその外行った方がいいんですか。なんや、でもまあ家はテレビとかいっぱいあるやん。ありますね。だから結局誘惑行為というかテレビとか。ああ、なんか壊すか、ほんとなんでやねん。なんでお前なんかずっと俺をなんかネタを作る方に追い込むよな。ちょ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 、追い込むじゃないやん、そのさ、正直じゃお金厳しいんでしょ。まあまあ、その喫茶店のお金もその正直じゃ、まあ大事な出費やけど、うん、まあまあ余分なもんじゃ余分なもんにすることは可能なわけや。でそれ今邪魔なもん、今テレビなわけや、うん、あテレビ壊す。いやいやいや、しんどいやろ。やる気なくなるわ。全部な、優しさやで。優しさちゃうやろお前。ほんまに優しさちゃうやろ。マジで優しさなんですけどね。いや、ほん、いや、まあ無理や。でもテレビぐらいですか、その誘惑は。テレビ、パソコン。パソコンもあんのか、うん、壊すか。壊さんって、ベッド。あ、ベッド。あ、寝ちゃうから、うん。あー、でもあんたその どこでも寝るじゃないですか。いや、まあ寝るけど、喫茶店でも寝てるけど。寝てるよ。結構寝てるで、喫茶店だから寝るもじゃあ誘惑じゃない。なんかでもなんかエピソード欲しいっすね。せっかくそうやって喫茶店で書くんやったら。いや、いらんねん。なんで喫茶店のエピソードいんねん。いや、やったらなんかちょっといろんな喫茶店回ってもらって、なんか一部、うん、どこのほんまにその喫茶店が一番ネタ書きやすいか。いやいや、それいらんねん、そんな。結構試しましたね。で、その景色飽きたら変えてるだけ。あ、景色とかもやっぱあるんですか。景色はその環境一緒だったから。なんかそのこじゃれた喫茶店とかは行ってない。いいかね、その高い、その椅子割れへんから。あ、なるほどね。スタバとかはまだ行ってないと思います。スタバはでも結構椅子割ってますよね。まあまあ、おるおる。スタバは？スタバ高い。あー、まあ、700。お願いしたらいいんですよ、スタバカードください。いや、そう、なんかそっちだよ。正直スタバカード取っとくか。いや、すごい。絶対ね、その個人的に使うなよ。ちゃんとそのネタ書くためにスタバ行けるカードは。なんで俺が、違う、俺別にさ、スタバだけじゃないから、そのスタバばっか行ってもまたちゃう。だから1回いいや、なんかそのカードもらって、うん、一回スタバ行く、うん、でそこでネタ書くっていうのはね、うん、そのスタバ普通に街で飲んだらあかんねん。いや、しょうもない、別にええやん、それあかんよ、別にええやろ、それ。それはやっぱそのスタバで書いたネタが、まあうん、普段書いてるネタとやっぱどれぐらい違うの。いや、それいらんねん、まあまあまあ、それはね、いらんねん、その継承。でもほんまにやったことないんですよね、うん、そのすごいかもしれないですよ、うん、ほんまに。そのいや、スタバあるよ、スタバでやったこともあるよ。 あるんすか、別に変わらん、そう、別に。あ、そう、変わらんじゃん。俺その時はお金じゃ持ってたっていう。え、その時はちょっとお金があって、その時は余裕があったから、あのスタバ、スタバ行って。あ、なるほどね。別に、かわ、その別になんか、なんか別に、なんか飽きるからな、結局。ああ、そう。同じことずっとおったら。ああ。だからその景色一緒やったら感覚とも一緒やな。そうなんだ。すごい。他人事やな、お前ら。なんかいや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 、なんかそのお前、俺お前の時からおかしいと思ってた。なんか行けるんじゃないですか、家変わったら行けるんじゃないですかとか。これは良くない。その急にあの大きい声出してなんか盛り上がってるみたいにしてる。この話は盛り上がってますよ。そういうことやった、そういうことやった。急になんかもうわーっと大きい声出して今エンジンブーンかけたけど、もう遅い。もう遅い。じゃあ誰のせい、俺を何とかしようとしたやろ今。俺を何とかしようとしたの。じゃあ何とかしよう
ようとしたのにお前が否定したよ。俺はもうなんでなの。俺は最近だ、俺はほんまに昨日からその安藤さんの意思に気づき始めてるから。どういうことや、うん、あ、こういう気持ちを持って今これをやろうとしてる。いや違う、うん、だから俺はそれさせない。いや昨日、まあ説明するけど昨日に関しては別に関係ない。俺だからお前が言ったことに乗っかっただけで。いや、やっぱりそのまあまあ映像がないからなんとも言えないですけど、すごいやっぱ意思表示というか。いや違う違う、俺盛り上げようとしたよ。だからせっかく言って、なんかそのコブラが言ったら受けたから、俺もそれで盛り上げようとしていっぱい言ったよ、うん、そしたらこいつがなんかあの意思を持って大きい声出してるとか変なこと言う。違うって。なんか俺盛り上げようとしたよ。まあまあでも、いや、やったもんね。お前が言ったよりもやったもやったし。いや、まあやったことはやったけど、うん、なんていうかな、強かったな。俺あんま言わないですもん。だって安藤さんに向かって、うん、お前よう喋ってんなって、うん、いや、そんな言ったらあかんやん。喋ってへんよ、もう別に。違う、だからお前よう喋ってんの。違う、だから俺もだから俺はだってお前にだから言ったのを、だからお前がそのほんまにやりたいやつを先やってくれたら俺はそう乗ってたから、うん、で、後にやったらそれまた同じようなテンションでやってた。今昨日かな、芸人界ナンバーワントリオでしたっけ。そうそうそう、でいう煽りでいじられたから。前は何やった、前何やったかな、何やったかな、まあ、3つの、そう、ライブ、そのライブが、出る前になんか煽りがあって、煽りな、ミックスコメディっていうのは出る前にその、演者の煽りがね、そう、うん、あるんですけど、前がなんかなんか、そうそう、なんか言ってたよ。なんかいろんな、結構煽りあるから、うん、そうそうそう、急にシンプルなの来ましたね。そう、エグシンプル。そう、だからほんまにやろうとしてたやつをの前に、そうそう、あまりにもそれがすごいからそういじったら、それをだからちょっと結構受けたから、そう盛り上がってるために俺は乗っかって結構大きい声出したら、なんかすごいはぁみたいな顔してて横で。うん、やっぱりそれはね、やっぱりね、意思を感じた。意思はあったよ、だって脅威ね。いや違う違う、意思はあったよ、そ盛り上げようという意思はあったよ。やっぱりこいつ今までそんなに意思出すことはなかった。いや、そんなことガーめっちゃ出してるやん。やばいネタ、じゃあ待って、ネタ書いてるやつにガー出してないってどういうことを言うてんの。あんまりガー出すことなかったんやけど、昨日ついに出てきたんだ、ガーが。いや違う違う、俺ネタ書いてんの、俺ガーずっとあるやろ。じゃあずっとガーあるやろ、ネタ書いてる。ガー消すネタ書いてるやん。いや、難しいの。ガー消したネタを書いてる。まあまあ、とりあえずね。すごいね。まあ、俺がライブですからね。まあ、意思だけ。まあ、これが前途洋々ですからね、そこからね。はい、意思は出さないようにして。そう、で、ほんまに、もうほんま気になるから。ちょっと別に俺、そう。うん、どういうことやねん、俺の意思が。なんかちょっとガー出してんなこいつと思ったら、やっぱりちょっとやっぱそれは、ね、ガー出してもええよ、だってネタ書いてね、うん、いや、あんまガー出せないよ、やっぱり今後もこれ定期的にやっぱ苦言を呈してくれる。めちゃくちゃやけどな、さして言うてること。でもネタ書いてこなあかんねんよ。うん、どういうことやどういうことやねん。とりあえずね、はい、またじゃあラジオ更新しますんでよろしくお願いします。どうした、ちょっと。